外側の方へ向かっていくところはどうだ、オーバー。本当に今はコロナで外で練習するのもあまりできなくて大変な時期ではありますが、僕も毎日モチベーションを落とさず高い目標を持って毎日頑張っているので全員で頑張っていきましょう。僕も高校3年間でこの辛いこととか嬉しいことも乗り越えてきた仲間はすごい一生のものになると思うので、そういう仲間たちを大切に今後もいろいろなことにチャレンジしていければと思います。高校3年間バスケットボールを通して辛いこともあったけれども、最後には楽しい思い出だったっていうことにつながってくるので、どんなに辛いことも乗り越えていけばいいことが待ってると思うので一緒に頑張りましょう。今までできたことが当たり前だと思わずに、やっぱり一つ一つのことをやっぱ大切に一つ一つ丁寧にやっていくことが大事なのかなって僕は感じました。なのでこれから先まあ何が起こるかわからないので、悔いが残らないように一つ一つ全力で取り組むことが大事なのかなって思います。